名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学の近藤徹です。このビデオでは、マイルドリーリデュースド EF、プリザーブド EF の心不全慢性期の知的薬物治療について説明していきます。まずはじめに、ハートフェイリアーウズ・リデュースド・イジェクション・フラクション、マイルドリー・リデュースド・イジェクション・フラクション、プリザーブド・イジェクション・フラクションの定義の説明をいたします。心不全は、差し支出率に基づいて分類がされています。差し支出率が40%以下である場合に、ハートフェイリアウィズ・リデュースド・ EF、差し支出率の低下した心不全、41から49%である場合に、ハートフェイリアウィズ・マイルドリー・リデュースド・ EF、差し支出率の軽度低下した心不全、50%以上である場合に、ハートフェイリアウィズ・プリザーブド・ EF、差し支出率の保たれた心不全と定義されています。今回は下2つのハートフェイラー with マイルドリーリデュースド EF 差し支出率の軽度低下した心不全とハートフェイラー with プリザーブド EF 差し支出率の保たれた心不全の薬物治療について説明していきます。マイルドリーリデュースド EF もしくはプリザーブド EF の心不全での薬物治療は2つの目的に分類されます。1つ目が死亡または心不全入院を抑制するための薬。つまり、死なずに入院させず長生きを達成する予後改善薬。2つ目は、心不全によって生じる鬱血に伴う症状をコントロールするための薬です。それでは、初めに死亡または心不全入院を抑制するための薬について見ていきたいと思います。マイルドリー・リデュースド・ EF、もしくはプリザーブド・ EF の心不全において、死亡または心不全入院を抑制するための薬で、最も重要であると言い続けられている薬は SGLT2 阻害薬です。また、マイルドリー・リデュースド・ EF もしくはプリザーブド・ EF の心不全でも、差し支出率が比較的低い患者には、リデュースド・ EF の心不全に用いる β 遮断薬、ACE 阻害薬、ARB、ARNI、ミナルコルチコイド受容体拮抗薬の投与を考慮することが可能です。これらの薬を具体的に見ていきたいと思います。SGLT2 阻害薬はもともと糖尿病の治療薬として用いられてきましたが、2021年と2022年に発表された大規模臨床試験で、SGLT2 阻害薬の投与により心血管腫もしくは心不全イベントを減少することが報告されました。SGLT2 阻害薬は数多くの種類がありますが、エビデンスがあるダバグリフロジンもしくはエンパグリフロジンのいずれかの投与が推奨されます。また、差し支出率が比較的低い患者には β 遮断薬としてカルベジロールまたはビソプロロール、 ACE 阻害薬 ARB、ARNI としてエナラプリル、リシノプリル、カンレサルタンまたはサクビトルバルサルタン、そしてミネラルコルチコイド受容体拮抗薬としてスピノナクトンまたはエプレルノンの投与を考慮することが可能です。SGLT2 阻害薬はいずれも 10mg の固定容量で用いられますが、それ以外は少量から徐々に増増して用います。次は、鬱血に伴う症状をコントロールするための薬です。この目的に該当する薬は利尿薬になります。具体的には、フロセミド、アゾセミド、トラセミドといったループ利尿薬や、マゾプレシン受容体拮抗薬であるトルバプタンが該当します。これらの薬剤は、鬱血をコントロールするために必要な場合に必要な量を用いますが、必要がない場合は使う必要はありません。次に、以前差し支出率が低下していたが、薬物治療などにより差し支出率が改善し、今はマイルドリーリデュースド EF、またはプリザーブド EF となっている心不全のケースについて説明します。別のセッションで詳しく取り扱われますが、リデュースド EF では、β 遮断薬、ACE 阻害薬、ARB、ARNI、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、SGLT2 阻害薬の4剤併用療法を行うことが標準治療です。これらの治療を継続すると、差し支出率が改善することがあります。しかし、差し支出率がそのように良くなっている場合でも、これらの薬剤を中止すると、心不全が悪化することがあるために、これらの薬剤を中止してはいけません。最後に、
マイルドリーリドゥースト EF、またはプリザーブド EF の心不全を対象としたいくつかの薬剤治療の研究が現在も進行しています。この領域では今後も新たな治療薬が出てくる可能性が期待されます。